ドイツ植民地帝国、農政が本土、赤の点がプロイセンが建設した植民地、水色がドイツ帝国が建設した植民地、黄色がベルザー家のベネズエラ植民計画を実行した範囲。ドイツ植民地帝国は、主に19世紀後半から第一次世界大戦までにかけてドイツ帝国が保有していた旧植民地の総称である。ドイツは、 他の西欧諸国に比べ統一国家の建設で遅れを取ったため、18世紀のプロイセンによるグロース、フリードリヒスブルクなどはあったものの、本格的な海外植民地の建設も遅い時期になった。しかし、ドイツ人が建設した事例は1526年に、カール5世がフッカー家と並ぶ金融業者ベルザー家に不採の防備機を条件に、 今の南米ベネズエラ地域の全面的な統治権と司法権を譲渡したのが最も古い例である。ベルザー家はベネズエラ探検をランツクネヒトに依頼させたが、伝説の黄金号エルドラドを求めた探検は先住民への虐殺疲労を極め、それはラスカサスによって地上のどのならずどもよりも残虐であると激しく非難されている。ベルザー家はベネズエラ経営が 再三に合わないことを理由に撤退し、この地はスペインの植民地となった。統一ドイツ帝国の成立後、アフリカ、太平洋などに海外植民地を建設し、ビルヘルム2世の元積極的な海外進出を行った。第一次世界大戦においては、東、アフリカを除くドイツ領植民地は、英海軍による海上封鎖などにより補給が行えず、ほどなく、 連合国軍に占領されているが、東、アフリカだけは、パウル・フォン・レッド・フォールベック将軍率いる、現地人を中心としたゲリラ部隊が、終戦まで抵抗を続けた。第一次世界大戦敗戦の結果、ドイツ領植民地は、英仏日その他に分割され消滅した。ドイツは19世紀後半以降以下の植民地を保有した。ありがとうございます。